この動画は G 検定まとめ2024試験当日も使える要点整理試験対策カンペの解説動画です。G 検定のシラバス上のキーワードを解説します。本動画のスクリプトはリンクからご確認ください。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。データの収集方法及び利用条件を確認。 AI システムの開発にはデータの量と質が重要。AI モデルは学習データに基づいて生成されるため、学習データの質と量のバランスが重要となる。特に、データの質には特徴量という分析すべきデータや対象物の特性が含まれ、これが学習データの適切性を決める要因となる。適切な量のデータを集めることも重要であり、 そのデータは関連性があり、不適切なバイアスがかかっていない必要がある。これらの要素は AI の精度に直接影響を与え、プロジェクトの成功に不可欠である。法令に基づくデータ利用条件。データの収集や利用は法的な側面から見ると非常に重要な問題である。特に、 個人情報保護法や著作権法などの法律の理解と遵守が求められる。個人情報保護法においては、個人情報を取得する際にその利用目的を特定し、ユーザーに対して明示する必要がある。また、データの収集と利用に関しては、そのデータがどのように取得され、どのように扱われるかについても注意深く検討する必要がある。 個人情報の扱いだけでなく、データの安全性やプライバシー保護の観点からも、適切な管理と運用が不可欠である。さらに、著作権法においては、データやコンテンツの使用に関して、著作権者の許諾が必要な場合があるため、これらの法律に準拠したデータ利用が求められる。個人情報保護法。 個人情報保護法における個人情報の定義は個人に関する情報でかつ個人を特定できる情報を指す。氏名、住所、生年月日などがこれに該当し、単体では特定できない情報も他の情報と組み合わせることで特定可能になる。場合は個人情報になる。例えば、電話番号だけでは個人情報とはならないが、 氏名や住所と組み合わせると個人情報になることがある。また、文字情報だけでなく、写真や動画、音声も個人情報に含まれうる。SNS にアップロードされた友人の写真や動画も個人情報になる可能性があり注意が必要。現在持っているデータが単独では個人情報でなくても、 将来新たな情報と組み合わせることで個人情報になる場合も考慮する必要がある生成 AI 活用における個人情報保護に関するリスク2023年9月29日の時点で生成 AI に関連する法律やガイドラインは絶えず変化しており その検討には最新の情報を継続的に取り入れる必要がある。AI の生成プロセスは、開発、学習と生成、利用の2つの段階に分けられる。これらの段階では、個人情報保護法に関して異なる考慮事項が生じる。開発段階では、AI サービス提供者が個人情報を使用する際に、利用目的に関する規定を遵守する必要がある。 これには、個人情報の利用目的の特定、取得時の利用目的の通知または公表、そして必要な範囲を超えて個人情報を利用しないことが含まれる。また、機微な個人情報を扱う場合、原則として同意を得る必要がある。生成利用段階では、AI サービスのプロンプトに個人情報が含まれる場合の規制が重要になる。 従業員が個人情報を含むプロンプトを入力する場合、その情報の使用目的を超えないようにする必要がある。さらに、AI プロンプトに個人情報を入力する際は、第三者への提供規制への配慮も必要であり、個人データの第三者への提供に対する同意の確保が含まれる。不正競争防止法。 不正競争防止法の改正により、営業秘密と限定提供データの保護が強化された。この法律はデジタル空間での模倣行為の防止、営業秘密や限定提供データの保護の強化、外国公務員贈賄に対する罰則の強化、拡充、国際的な営業秘密侵害事案の手続きの明確化を主な内容としている。営業秘密については、 ビッグデータを他社に共有するサービスでデータを秘密管理している場合も含め、限定提供データとして保護されるようになった。侵害行為に対する差し止め請求や、損害賠償請求訴訟での使用許諾料相当額の増額請求など、営業秘密の保護が強化された。また、国外で日本企業の営業秘密が侵害された場合でも、日本の裁判所で訴訟を提起し、 日本の不正競争防止法を適用することが可能になった。著作権法。著作権法は思想や感情を創作的に表現した作品を保護する法律である。著作権保護の対象となる作品は文芸、学術、美術、音楽の範囲に属し、書籍、音楽、映画、 写真、絵画、彫刻、建築作品などが含まれる。2023年5月17日、著作権法の一部が改正され、新たな最低制度の創設や立法、行政における著作物の公衆送信を可能にする措置が追加された。この改正は5月26日に交付され、一部の措置は2024年1月1日から施行される。この改正により、 著作権法は、インターネット上の海賊版対策を強化し、著作物の利用と公衆送信の範囲を拡大した。特許法。発明は、自然法則を利用した技術的思考の創作のうち高度なもの、と定義されている。特許法二十九条一項では、産業上利用可能なもので新規制。 進歩性などの要件を満たすものに特許が付与されると規定されている。2023年の特許法の改正では、特許法の適用範囲が拡大し、デジタル化に伴う事業活動の多様化に対応したブランドやデザインなどの保護が強化された。現行の法制度では人工知能 AI による自律的な発明は特許の対象外だが、この問題に対する国際的な議論が活発化している。 米特許商標庁は2023年に AI Inventorship Listening Sessions を開催し、AI が発明者としての地位を得る可能性を討議した。また、AI による発明の法的保護を求める動きもあり、特定の国では AI による発明に特許が認められているが、多くの国では結論が出ていない。特許法においては、 デジタル技術の進歩に対応するための法改正が進行中であり、特に AI による発明の扱いに関しては国際的な議論が続いている。特許法の理解にはこれらの最新の動向に注目する必要がある。学習可能なデータの収集 AI モデルの訓練データを収集する際は、 適切なデータの選定が重要。ディープラーニングでは、データに関するロスを最小化して学習するが、分類問題ではこのアプローチだけでは不十分で、データが少ないクラスの精度低下が起こり得る。オープンデータセットでは多少の偏りは許容されるが、自分でデータを収集する場合、偏りが問題となることがある。特に、出現頻度の低い重要なデータは、 集中的に蓄積することが望ましい。データの網羅性。データの偏りをなくす。オープンデータセットのように大量のデータなら多少偏りがあろうともある程度の精度が上がるかもしれないが、自身でデータを集める場合など、十分な量のデータを集めるのが難しい場合など、 その偏りはクリティカルなものになる。データの網羅性。転移学習などを利用したら、ある程度はデータの数が少ない状況に対する精度が保証はされるが、十分な精度の確保は難しい。可能な限り広い状況を網羅できるようにデータを準備しておく必要がある。データの質。データ内に認識に必要となる情報がノイズでほとんど消えていたり、 そもそも含まれていなかったりすると、そこからの学習は難しくなる。サンプリングバイアス。選択バイアスとも呼ばれ、不適切な標本抽出によって募集団を代表しない特定の性質のデータが紛れ込んでいることで、現実世界の偏見をそのまま反映してしまうことを言う。 データやアルゴリズムのバイアスに関して検証するためにもシステムの透明性や説明責任、透析性が開発側に求められている。データがそもそもデータベースに登録されていないことによる偏り、レイプや強盗などの6割が警察に通報されていないため、データベースに登録されていないと言われている。その状態で犯罪予測を作ったとしても、 その信頼性は疑問視されてしまう。欧米主導の共有データセットが学習に使われる。画像認識において、ベイビーやファミリーと検索するとアングロ・サクソン系の画像ばかりが表示され、アジア系やアフリカ系が表示されないと指摘されたことも。人種、性別、学歴などへ偏見。優秀な社員を判断する AI を人事評価に用いて、 学歴や性別などの偏見が潜在したまま継承されてしまう恐れや、犯罪者の再犯リスクを予測する AI では、アフリカ系の人をより高く再犯すると予測する例がある。オープンイノベーション。他企業や他業種と連携、産学連携が増えてきた理由はデータを保有する組織。 データ分析やアルゴリズム開発に優れた組織、分析結果やアルゴリズムを利用してビジネス展開する組織がそれぞれ一致しないためである。そこでオープンイノベーションにより企業間のコンソーシアムや産学連携、企業の共同開発を通じて社会的なインパクトを生むことを指す。留意点として学習や推論の結果、生成される学習済みモデルの性質、 効果が契約時に不明瞭なことが多い、学習済みモデルの性質や効果が学習用データセットによって左右されること、ノウハウの重要性が高いこと、生成物について再利用の需要が存在することがある。外部の役割と責任を明確にした連携オープンデータセット。 サービスやプロダクトの提供では、データ保有、分析、ビジネス展開の異なる組織間での連携が増えているが、共同開発や開発委託における認識のズレやプロジェクト管理の問題が生じることがある。企業間での文化やコミュニケーションの不足は、オープンイノベーションにおいても問題となり得る。システム開発者と利用者には協力し合う法的義務があり、 役割分担の明確化が重要である。ディープラーニングなどの開発では、アルゴリズムのチューニングと試行錯誤を繰り返すため、コミュニケーションと契約交渉が特に重要である。学習済みモデルの性質や効果の不明瞭さ、データセットの影響、ノウハウの重要性、生成物の再利用需要に留意し、適切な契約形式の採用とステークホルダー間の認識のすり合わせ、 適時のコミュニケーションとプロジェクト管理が必要である。AI データの利用に関する契約ガイドライン。経済産業省は AI データ契約ガイドライン検討会を設置し、2018年に AI データの利用に関する契約ガイドラインを策定。2019年に改定版バージョン1.1を公表。 開発プロセスをアセスメント段階、POC 段階、開発段階、追加学習段階に分け、それぞれの段階で必要な契約を結ぶことで、試行錯誤しながら納得できるモデルを生成するアプローチがしやすくなるとしている。アセスメント段階ではモデルの生成可能性を検証し、レポート等の成果物を作成し、秘密保持契約などの契約を行う。 POC 段階では、ユーザーが求める制度のモデルが生成できるか検証し、レポートやモデルを成果ものとして、導入検証契約書を結ぶ。開発段階では、学習済みモデルの生成を目的とし、学習済みモデルを成果ものとして、ソフトウェア開発契約書を締結する。追加学習段階では、追加の学習データで学習を行い、 再利用モデルを成果ものとして、保守運用契約書や学習支援契約書を結ぶ。契約の類型としては、データ提供型、データ創出型、データ共有型の3つがある。データ提供型では、データの譲渡と利用許諾が行われ、契約によって利用権限が定められる。データ創出型では、 データの創出に関与する複数の当事者が利用権限を取り決める。データ共有型では、プラットフォームを通じたデータ共有が行われる。このガイドラインは、データの利用に関する契約と AI 技術を利用するソフトウェアの開発、利用に関する契約の2つの部分で構成される。各セクションでは、主な課題や論点、契約条項の例。 条項作成時の考慮要素などが整理されているこのガイドラインは AI とデータの契約に関する基準を設け関連分野における安全かつ効率的な取引を促進することを目的としている AI の作成利活用促進のための知財制度のあり方 日本政府は2017年に新たな情報財検討委員会報告書を公表しており、報告書の中で AI の作成、利活用促進のための知的財産権のあり方として様々な議論を行っている。そこでは、機械学習に関する学習用データ、AI のプログラム、学習済みモデル、AI 生成物を具体的な検討対象として、 これらの作成、利活用促進のための資材制度のあり方について検討することが必要であると報告されている。知的財産推進計画2023日本政府が公表した知的財産推進計画2023は知的財産の保護と活用に関する政策の新たな方向性を示すものである。 この計画の特徴的な部分は、生成型 AI とそれに関連する著作権侵害問題に焦点を当てている点であり、人工知能 AI によって生成されるコンテンツの著作権に関する問題を明確にし、具体的な侵害事例や法的解釈を整理し、対応策を検討する意向を示している。目的は、知的財産の創出を奨励しながら、 同時に生成型 AI 技術の利用を促進するための方策を探求することである。この計画には、スタートアップや大学を対象とした知的財産エコシステムの強化も含まれており、これにより新しい技術やアイデアを生み出し、知的財産権の保護と活用を通じて十分な報酬を得られる環境を整備することを目指している。政府は、 多様なプレイヤーが知的財産の価値を最大限に引き出し、社会を変革することを重視しており、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進する意向を示している。政府はこの計画の策定にあたり活発な議論を行っており、生成型 AI と著作権問題についての新たなガバナンスモデルの確立に向けた取り組みが進められている。 このモデルが具体化されれば、AI が創造したコンテンツに対する著作権の扱いや、それに起因する著作権侵害の問題に対する新たな解決策が示される可能性がある。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。